これがこうなって、こうなってこうなって、変だ。どこにも異常はない。これってどうして動かないんだ。はるかくん。やっぱりここにいた。またこんな変なもの作った。あ、いやいやいや、すぐ戻るつもりだったんだけどね。はるかくん、今は診察時間なんだからちゃんと診察室にいてよ。ごめんなさい。すぐ来てね。お前のせいで怒られたじゃないか。くな。バカだ。なんでこんなことに。みゆきくん。一体どうなってるのよ。なくて。はるかくんも大きくなってる。違う。周りをよく見て。そんな、私が小さくなっちゃったの。どっちにしてもひどいわ。なんで私を小さくするのよ。いやいや、それはちょっとしたアクシデントってやつで。もう今度は一体何作ったのよ。物質縮小装置。地球は今滅亡の危機にある。急激な人口増加により食料や土地は不足し、未だ有効な解決方法は見つかっていない。そこで物質縮小装置の登場だ。この装置の出すミクロ光線はあらゆる物質を8分の1サイズに縮小し、食料や土地の問題も一気に解決するはずなのだ。すごい発明でしょ、みゆきくん。で、私は元に戻れるんでしょうね。もちろん、その機能も備わってるから。もちろん。できるだけ早くっていうことで。アハじゃないわよ、はるかくんのバカ。あれ痛くない。離してよ。無駄だよ、みゆきくん。今の君の身長はいつもの8分の1。自慢の空手も虫刺され程度にしか感じないのだよ。いわば君はお釈迦様の手の上の孫悟空なのだ。それは痛い。やめて、みゆきくん。ごめんよ、みゆきくん。私は差し詰め鬼に買った一寸法師ってとこね。だから謝るよ。どこ行くの、みゆきくん。どこでもいいでしょ。でもその体で外に出たりしたら危険だよ。ついてこないで。急いで修理するから、出ていくなんて言わないで。ね。ついてこないでって言ってるでしょ。そんな、ゆきくん、そんなに嫌わなくたって。トイレよ。あ、そう。それじゃあついていくわけにはいかないか。言わせないでよ。これは徹夜で修理だな。はるかくん。ん？あれ、どうしたの？ついてきて。でも。いいからついてきて。はあ、確かにこれじゃトイレのドアも開けられないわな。はい、どうぞ。いいって言うまで絶対開けないでよ。わかってるよ。でも、どうしてみゆきくんだけ小さくなったのかな。根本的な設計ミスがあったのかな。どうして人間だけが小さく、どうして。
どうして女の人って水の音でごまかそうとするんだって、そういうことでないの。みゆきくん、もうお気に入りのハンカチだったのに、もう少しで私もハンカチと運命を共にするところだったのよ。あの、顎が外れるほど笑ったことは謝るから機嫌直してよ、みゆきくん。で、どうするの？え？どうって？私がいないこと真由美にはどう説明するのよ。そうだな、正直に話すと大騒ぎになりそうだし、急に旅行に出かけたってことにしとこっか。あちゃー、旅行なんてそんな単純な嘘に騙されるような妹じゃないと思うけど、目は浮かばないし、この際仕方ないか。これじゃいくつ命があっても足りないわ。綺麗一度でいいからこんな服着てみたかったのよね、ルル。はるかくんどう？かわいいでしょ。うん、とっても似合うよ。さらにもう一つプレゼント、おもちゃなんだけどね、水道をつないだから、これでお風呂もトイレも普通の家と同じように使えるはずだ。壁をはめ込んじゃう前に確認してみて。わかった。あれ、どうしたの、みゆきくん。え？かきばり？は？ゴキゴキゴキ。なんだ、8分の1サイズのゴキブリじゃないか。みゆきくんと一緒にミクロ光線浴びちゃったんだな。そうか、そういうことか。あ、ちょっと、はるかくん、これ。仕事のおかげで自由に移動できるのはいいけど、これはちょっと高すぎね。ねえ、はるかく、思った通りだ。ミクロ光線は生きた細胞にしか働かないのだ。さっきマシーンが暴走した時のデータを逆算してみたら、なんと光線はあらゆる無機質な物質を素通りしてしまい、生命を持った細胞にのみ反応することが分かったのだ。つまり生き物だけを小さくするということだよ。どうしたの、みゆきくん。急に痛みが。なんだって？骨格異常なし。血圧正常で、みゆきくんの髪の細胞はと、なんということだ。はるかくん、みゆきくん、キューティクルが傷んでますよなどとジョークを飛ばしてる暇はないのだ。細胞組織が変化しようとしているのだ。今のその小さな体に順応しようと、細胞組織が自ら変化しようとしているんだ。さっきの痛みはその変化に伴う痛みだよ。このまま痛みが続き、二度と痛みが来なくなったら、
完全にそのサイズに固定してしまったってことだ。もしそうなってしまったら、たとえマシーンの修理が終わっても元のサイズに戻ることはできない。修理を完了し、君を元に戻してみせる。はるか君、みゆきか、みゆきか。どうなってる、みゆき君。ダメ、完全に焼き切れてるわ。そっちの修理も必要か。くそ、いつ細胞が固定しちゃうかわからないのに。みゆきくん、体が痛むのか。大丈夫。痛いってことはまだ細胞が頑張ってるってことでしょ。止められるわ。みゆきくん、絶対元に戻してあげるからね。どうか決まったら早速注文や。僕の分も残しておいてね、できれば。みゆきくん、ゆっくりお休み。さて、熱いコーヒーでも飲んでもう一踏ん張りだ。錦小路のやついるじゃねえか。今日も休みだって言うからくたばったのかと思ったら。ああ、薬塗ってこよっと。やっと。だからだからだから。ねえ、さてはこいつを作るためにサボってたんだな。なんだこりゃ。錦小路のやつこんなもん持ってんのか。おお、よくできた人形だな。モデルはここの看護婦か。何のつもりで作ったのやな。目の錯覚か。今は声も聞こえたような気がするけど、脳みそにタケノコでも生えちゃったのかな。私、みゆき。なんだよ、声の出る人形が。けどな、せっかく人形にしたんなら胸もでかくすりゃいいのにな。いつかぶっ殺す。そうだ、確か最近教頭のやつ人形に凝ってたっけ。素晴らしい、実に素晴らしい品だ。水越です。どうぞ。教頭先生、なんですかそれは。18世紀フランスのアンティークドールだよ。見たまえ、実にいい仕事をしてるだろう。水越くん。まあ割とよくできてるみたいですけど。痛い。ふざけるな。これほど保存状態の良い人形はなかなか手に入らんのだぞ。水越くん、それは。おお、これですか。いや、知り合いからね、譲ってもらったんですよ。まあそちらのように歴史のあるものじゃないですけどね。あ、見せられちゃった。あ、ちょっと見せてくれないかな。ちょっとだけですよ。うん、うん。リアルだ。これほどリアルな人形は見たことない。髪の毛の一本一本まで丁寧に植え込んである。すごい、これはすごすぎる。そんなにアップで迫らないで。誰かに似てると思ったら西工事のところの看護婦だな。これ本物そっくりの声も出るんですよ。スイッチはどこだっけか。私、みゆき。すごい、それ絶対価値が上がるぞ。あ、水越くん、君はこういうものに興味はないだろ。わしが引き取ってやろうか。阿部先生にも金に糸目はつけないから売ってくれって言われてるんですけどね。阿部で。こいつわしから金を取る気か。たんまり稼がせてもらいますよ、教頭。
話し合おうじゃないか、水越君。いいですとも、教頭先生。じっくり話し合ってる時間なんかないわよ。できたー。あーとっ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 と、やったやったやった、終わったよ、みゆきくん。みゆきくん、あれ、どこ行っちゃったの、みゆきくん。どこ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 行っちゃったの、みゆきくん。みゆきくん、まさか雪の女王。そんな水越、これでどうだ。冗談じゃありまいねぞ。これくらいはもらわないと。水越、普段可愛がってるのも忘れたのか。それはそれ、これはこれだ。何、じゃあせめてこれくらいにしとけ。いつまでやってんのよ。せめてあそこまで行けたら。ふざけんな。じゃあこれでどうだ。今だわ。まだまだ。気のせいか。水越くん、この人形さっきと場所は変わってないか。なわけないでしょ、気のせいだよ、気のせい。そうか、そうだよな。水越くん、まさかこの人形何か曰くつきじゃないだろうね。曰くって、例えば人の見ていないところでこっそり歩き回る呪いの人形とか。何言ってんだよ。さては少しでも安く買い叩こうって腹だな、このドケチが。わしがそんなセコい手を使うか。いつも使ってんじゃないかよ。何時何分何秒いつどこで使った。今使っただろうが。誰が。あんたしかいねえだろう。お前最近反抗的だぞ。人形をつかませてわしを不幸にする気か。ほら、俺の人形どこへ隠した。わしは知らんよ。きっとそのポケットの中だろ。持ってないってば。あた、金払うのが惜しくなって俺の目を盗んだ人形を取ったろ。止まって、人を盗すと弱いしあったら。許してください、ちょっと言い過ぎました。貴様こそ売るのが惜しくなって人形隠したから。何やったの。あいや、水越くん当てるつもりなかったのだよ。何せだこのタコ。あはー、わしのフランソーちゃん。かーわー、フランソーちゃん、どうしてくれるんだ。水越、持ってねえよ。しません。なんでこんな時に痛みが来るのよ。雪の女ご飯ですよ。カルカク、捕まえた。雪くんを返してもらうぞ。見えないな。みゆきくんの声が。あ、いない。はるか、みゆきくん、なんて痛みがずっと止まらない。大変だ、きっと細胞が最後の抵抗してるんだ。その痛みが止まってしまったら君の体は永久にそのままだ。時間かかるみたいね。笑ってる場合か。